1543年天文12年ある中国商人の船が嵐にあって種子島に漂着いたしました。この船に火縄銃を持ったポルトガル人が乗っていました。時の領主種子島時高は火縄銃の威力に驚き、このポルトガル人から1兆2000両もの大金を出し、火縄銃を2丁購入いたしました。これが日本における鉄砲の始まりです。鉄砲の一種に大筒と呼ばれる大型の鉄砲があります。破壊力が強く、城や城門の破壊に使用されました。次はこの大筒により弾込めから発射までの操作を説明させていただきます。大筒を前へ。はじめに筒先から火薬を入れ、次に弾丸を入れます。演武では安全のため弾丸の代わりにチラシを固めたものを代用しております。次にカルカと呼ばれる棒で弾丸と火薬を銃身の奥に突き固めます。次に火皿に口火薬を入れます。口火薬とは着火しやすく細かくした火薬のことでございます。最後に爆発予防のため火蓋と呼ばれる蓋を閉じ、火皿を塞ぎます。これは安全装置になります。以上で弾込めまでの操作は終了し、次は発射の操作に移ります。火縄銃の着火には火縄を使います。次に火皿を塞いでいた火蓋を開けます。この操作を火蓋を切ると言います。号令は火蓋切れです。戦いの火蓋が切られたはここから来ております。最後に狙いを定めて発射いたします。構えて放て。膝から着火し弾丸が発射されるのであります。鉄砲は使用目的により改良が加えられました。大筒のように大型化したものがあった一方、小型化した鉄砲もあります。馬を走らせながら射撃する場合、片手は手綱を持つため、どうしても片手で射撃をしなければなりません。このため、片手でも狙い撃ちしやすいようにと、重心を短くし、小型化したものが馬上筒という鉄砲であります。馬上筒前へ。
火縄銃は先ほど申し上げた通り火縄でつけているあの鉄砲でありますので、火縄の火がうまく落ちなければ不発ということになります。ここであの再度打たせていただきますのでよろしくお願いいたします。これ以降、日本国内で鉄砲が生産されるようになり、戦国時代の新兵器として全国に広まっていくのであります。この結果、戦国時代末期には国内鉄砲数が50万丁以上となり、日本はこの当時世界で一番の銃保有国となっておりました。もう一つ卵ね。西暦1614年、慶長19年、大阪冬の陣において真田幸村は豊臣家を救うため九度山を脱出して大阪城に入城いたしました。この時の幸村率いる真田軍は旗鎧を赤で統一したため真田の赤備えと呼ばれました。その異様はまるで筋の一群が咲き誇るようと称えられました。翌西暦1615年、慶長20年、大阪夏の陣が勃発すると、真田軍は徳川本陣へ突撃いたしました。幸村はこの突撃により、家康が自害を覚悟するほど追い詰めましたが、大軍に阻まれ力尽き、戦死してしまいます。命を懸けて忠義を貫き、巨大な力の前にも屈しなかった幸村の生き様は現代人の共感を呼び、今では戦国武将で最も人気のある武将の一人に選ばれております。本日の最終演舞となります。大変ありがとうございました。